みなさんこんにちは、カンタです。さあ今日は iPhone アプリのゲーム 3D 迷路女子高生を探せをやっていきたいと思います。もう名前からしてバカげ極まりないですね。これね、前にやった猫 Z っていうゾンビ VS 猫のアプリの作者さんとね、一緒の作者さんだったと思います。ボタン押し間違えたな。ゼロ、これ押せばいいんだ多分。ちょっとね風邪ひいてるものでね、鼻声でごめんなさい。あーなるほどなるほどなるほど、選べばいいのかなこれ。お、選ぶわけじゃない。なんかどこかで見たことのある女の子混じってるな。僕あんまり甘神だったかな、なんだったかな、そんな感じの4文字のゲームに出てくる女の子に見えるな。この子なんかあれだな、戦場のバルキュリアだったっけに出てきそうな感じの女の子だな。でこれ何をすればいいんだこれ。女の子をめでればいいのか。はいはい、見つけた女の子をクリックしていけばいいみたいだね。はい、これで8分の8になったのでステージクリアっていうことだね。なるほどね、やるべきことが明確になってるのはいいですね。さあ女子高生たちを探しに行くぞ。というかさ、これ全員女子高生ってことだね。1人2人。さあ女子高生さんどこにいるのかな。おじさん頑張って探しちゃうぞ。なんだそれは。とていうかもうあれなんだよね、矢印で表示されてるんですよね。あと4人、1、2、3、4。うん、いやーなんだろう、なんだろうな、この緊迫感も何もないな。とりあえず現状のところエンターテイメント性は特にないな。おお、なるほど、見つけた女子高生はどうやら寄ってくるらしいですね。なんだこのハーレム、ハーレムだけどちょっとどいてくんないか、邪魔だ。ちょっと振り返って見てみましょうか。チラリ、あーやってきてるね、寄ってきてるね。いやこれはこれでなんかちょっと、うん、心癒されるものがある。一人だけね、なんかこの右から2番目の子だけすごい身長ちっちゃくて、え、女子高生っていう感じはあるけどね。はい、あと2人、こっち行ってまずこの子見つけるでしょ。で見つけたらこの子が自分から寄ってきてくれると、こんにちは、うん、三歩下がって死の影吹かず踏まずかみたいな感じかこれ。うん、けなげな子たちだね。いやー頬もちょっとあからめててね、なかなかキュートじゃないか。さあ、いやもうただ見つけるだけなのかこれ、8人の女子高生を。はい、見つけたぞ。こうそれ以上のなんかさないのかな。え、なんかこの子服装変わってない？そんなことないか。なんか水着になったのかと思ったよ一瞬。あーもうなんかこれといった盛り上がりはないけど、今僕風邪ひいてるからね、ちょっと鼻声になってますしね。そういう時にはね、もうこういうゲームの方がいいんですよ。もうねドッキリとかいらない、ただ女子高生たちに癒されたい。うん、犯罪だわもうそんなもん。犯罪だけどまあな、そういうゲームですからね。こう見つけていこう。え、すごい勢いで走った。え、何今の。あ、ダブルクリックでこれすげえ勢いで走る。今更ながらに明かされるこの衝撃の真実。さあダブルクリックだ。おお、もう女子高生大好きみたいな人みたい。いやまあ否定はしないかな。はい、あれ遠すぎるとクリックできないみたいだね。お、この子できたな。さあ猛烈ダッシュだ。オッケーオッケーオッケー、見つけた。いやー最近ね結構映画見てるんですよ。やっぱ映画面白いですよね。アニーっていう映画を見たな。映画大好き、すげえもう毎年100本以上見てるみたいな人からすると、なんかこうツッコミどころあったりするのかもしれないけど、こうねカジュアルに楽しみたい系男子である僕にとってはもう最高に楽しい映画でしたね。もう気軽な気持ちとね、すごいあれも心癒される映画でしたね。アニーちゃんがね、なんかいろんな方面でね才能溢れまくってんだよね。トークがすごい軽快に、おお、すげえ下に落ちてった。これ視点変更できないんだね上の方に。うん、
まあでもそんな兄ちゃんがね、女子高生になったらどんな子に育つのか僕はとても興味があるな。何言ってんだろうね。さあ下に落ちるぞ。ヒューストン、うーい、勢ぞろいしてんじゃねえか。一人だけ後ろにいる。なんなのこれ。何この勢ぞろい。この中から一人お選びくださいみたいなさ。はい、全員見つけた。あー、いや、いつの間にか後ろに忍び寄られてるとね、ちょっと怖いものがあるかな。はい、いい、見つけた。いやー、しかしすげー鼻声だな。なんか自分でもわかるレベルで鼻声ですねこれは。はあ、まあそういう日もありますよね。そんな日ぐらいお前ゲームやめろよってね、言われそうなんですけどもね、やめられないんだな。こう実況ジャンキーですからね。いや、ゲーム実況者やってる人ならね、わかると思うんですけども、これはね、もはやね、中毒的なものがあるんですよね。そしてなんか義務感に駆られたりもするんですよね。なぜかね、どんな義務感があったって話なんだけど、取らなきゃいけないっていう脅迫観念みたいな。そこまで言ったらもはや病気だわっていうね、感じなんですけどもね。まあだからといってね、そういった病気になってる時に FPS とかをやっていくのもね、ちょっとどうかなっていう気はしますけどね。あれはね、多大なる集中力を要しますからね。ちょっとね、体調不良の時にやったらね、こう全然うまくいかなくて、怒りボルテージがマックスになってきて、最終的に結局なんかもうただ疲れるだけみたいな感じになっちゃいそうです。ああ、そういえばコールオブデューティーも新しいダウンロードコンテンツが出てたような気がするんでね、それだけでもちょっと取りに行きたいとこですけどね。というか取るんだったら買うってことだから、それなりに遊びたいところなんだけどね。実況するだけで終わりってなったらもったいないからね。まあ、別に僕はなんかこう実況メインになってるところが最近あるので、いいと言えばいいんですけど、いやでもね、やっぱ負けたくないからね、 FPS 勝負事ってなるとね。そうなるとやっぱりそれ総合のプレイ時間を必要としますからね、やっていきたいところだよ。後ろにも一人いた。これなんか円形になってるな。この子たちのバックグラウンドはどんなんなんだろうね。君はどこの高校生なんだい、君たちの。いやー、しかしこの右の子、いや右の子だけじゃないな、みんな生足見せつけるスタイルだな。心ときめかせてくるじゃないか。超ミニスカートだからな。ほい、なんか元ネタあるのかな。なんかさ、恋愛ゲームに出てくる子っていうのはわかるんだよ。この子そうだよね、この子出てくるのだよね。でゲームの女の子とかもいるのかもしれないね。おわ、何これ、なんかちょっと変わってきた。音楽も変わった。デイジーの時もそうだった。デイジーじゃない、猫ジーの時もそうだったね。途中でね、音楽変わるんだよこれ。上のやつさ、別に登らなくてもさ、ここからでもさ、クリックできるよね。まあでも登った方のがさすがにやりやすそうだからな。登っていくスタイルだ。この子たち落ちないのかな、落っこちたりはしないのかな。その辺は優秀な AI が備わってるとか、そんな感じで。おお、危ねえ、落ちるじゃないかこれ。あ、落っこした、自分が落っこした。まあいい、この上か。これぐらいで見えないな。これぐらいで見えるんじゃないか。あー、ちょっとギリギリ見えないな。まああと一人だけだからさ、一人だけのために上まで登るとか、ちょっと動力としてね、でかすぎるから。 OKOKOK、 こんな際どいとこでもいけるんだな。はい、というわけで、まあ次ぐらいでラストにしとこうかな。うん、要は満足じゃん、もう女子高生追っかけ回してな。うん、実際にこんなことやったらもう捕まっちゃうからさ、実際にできないことをやっぱゲームでやっていかないとね。うん、FPS だってそうだからね。あんなもん現実でやったら、そんなね、犯罪者か、もしくはそれが戦争の場所かだよね。そんな戦争の場所出向いてね、命のやり取りをしてはしていきたくはないよね。ちょっとどいてくんないか。命のやり取りはゲームの中だけで十分ですよ本当に。ゲームだから楽しいんだからね。実際に命のやり取りをするとなるとね、それはね、
もうシャレじゃ済まない、いやまあ当たり前だって話だな。当たり前のことを何さもみんなが知らないだろうかの風に語ってんだって話なんですけれども、まあそれだけ、ね、戦争ってのは恐ろしいってことですよ。うちのおじいさまもね、ちょうどねそういう世代だったんだよね。うちのじいさまの弟が戦争で亡くなったっていうのを聞いてね、こうやっぱ戦争の話聞くとね、それだけでちょっと陰鬱な気持ちになったりもしちゃうよね、やっぱね。ちなみにうちのおじいさんは実際に戦争に出向いたっていうか、そのお手伝いみたいなことしてた感じだったみたいですね。鉄道部隊みたいな、そんな感じだったようです。はい、というわけで女子高生をもう探しに探しまくる一日でした。いや一日じゃない、そんな一日の過ごし方はしていないが、いやーやっぱね、女の子を求めてこう歩き回る、走り回るという男の性をこのゲームの中には凝縮されている感じでしたね。というわけで本日のところはこの辺にて失礼したいと思います。なんかね、ツタヤで借りてきた映画でも見てもうゆっくり休みたいと思います。ご視聴ありがとうございました。本日はこの辺にて、バイバイ。よかったらまた見てね。